見てる人からもらおうか。ああ、いいですね。なんか言ってくれたらね。こっちやっても誰も見えへんねんけどな。こっちやねんけどな。なんか嫌いな劇団とかね、あげてくる。ゲストにどんどん聞いていくから。どんどん聞いていく。あ、そう、さすが。まだ、まだ紹介してないから、今はそれ、そうだ。しゃべらんといて、そっちの。ごめんね。しゃべらんといて、あれやけど。早く紹介してくださ学会ナンバーワン、泉です。よろしくお願いします。ナンバーツー、立花です。よろしくお願いします。ナンバースリーの竹野部です。よろしくお願いします。そして、ゲスト。ゲストです。ナンバー、ちょっとワープしといてや。ちゃうねん、ちゃうねん。番号は出てきてんけど、今英語で言おうと思ったら、15って何やったかなっていうところが出てこなかった。15ですよ。15の中島、はい、はい、15です。中島くんあ、おめでとうございます。よろしくお願いします。そして、16は616です。はい、16勝山です。よろしくお願いします。16かっこいいね。というわけで、はい、まずはこのお二人と、そうですね、一人芝居、今日ね、一人芝居の話をしようや。明日からですもんね。明日からです。明日ですよ。明日ですよ。何時間後にはですね。ほんまですね。恐ろしいですね。6時でしょ。昨年も出演者が出てる。そう。出演しますよね、明日。明日。って声出した。でかい。さすが舞台俳優。明日か。明日ですよ。え、明日本番やな。マジで本番。え、あれ、木曜、金曜やん。木曜な。待って、待って、心の準備がまだできてないから。あー、なるほどね。どうしようここで鳴らして、頑張って、そこでアイドリング、アイドリング。あ、しょぼか。全然もう全部セリフ言うてまう。いやいや、これ見た人設定攻略やから。えぇ、もうちょっと言うてまう。どんどん、どんどん言うてまう。まあそういう感じで、だからその作演ですよ。松山くんですよ。多分俺一人で稽古したらもう後半もうその声しか入ってこへんくなるで。あ、音的に、音的に全部もみ消すよ。貼るよ、頑張って。あ、分かった、よし、やろう。あ、せやわ、こんなんやったね。そういう最初の方ってどうしたらいいんやろみたいな空気がずっとあって。ちゃんとやってたの？うん。あのね、基本的になんかちゃんとやるバラエティ的なユーストは結構ね、まあ、皆さんやってらっしゃいますし、そちらの方が見ていただいた方がよろしいんじゃないかってことで、うちはもう深夜枠、とにかくもうダラダラ、そうそう、なんか投稿したハガキを読んでちょっとクスクス笑うみたいな、そういうのを目指そうと。ただ聞いてる人は深夜じゃないから別にダラダラ聞こうとは思わない。深夜やったらダラダラ聞こうかなってなると思う。なるほどね。この時間帯ダラダラ聞くって、ね、いや、あんまならへん。布団も入ってないやろ、もう。わかんないけどね、それは。そう、わかんない。まあ一つ、まあまあ、なんか一番の人は朝5時に出てこなかったからね。ドライなんかな。で、何やったっけ、一人芝居をやる。一人芝居の話、せっかく明日からなんだからやろうじゃないですか。明日からやるし、今まで、だってここ何年出てる、しゅうちゃん。僕は4年目です。せやな。4年目です。来年出た5年生やろ。なんか5年生や。来年出たら、ちょうどあれあるやん、あのセレクションで5年ごとにいろんな地方行ってできるっていうやつがあって、全国ツアーね。そう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 。だからその5年間やったやつ中から選ばれるってやつ。そうね。毎年エントリーしてるから一番オッズが低いはずですよ。やったら。これで出られへんかったらめちゃくちゃ面白い。そうね。そのことを愛さんでプロデューサーに言われた。あ、言われた。こんだけやってて君当たらなかった。本当ダメだね。うわ、厳しいね、ほんま。面白いね。それで当たらへんかった。まんまですけど。なるほどね。あれは全然発表されてないですよね。まだ全然発表されてないですよね。全然発表されてない。思ってでは。え、動いてんの？裏セレクション発表されてないですよ。あれってセレクション？いや、知らへん。どういう選び方してるんですか？基本的にはなんか僕がこの間聞いた話によると。あ、すいません、ダラダラ聞いてますって言われた。ありがとうございます。正しい聞き方です。言い方です、ほんとに。何やったら布団引いてる。そうそうそう。ちょっと寝て起きたらまだやってる感じがいいです。なんていうの、まあスタッフの人とか、この関係者からこれがいいんじゃない、これがいいんじゃないっていうのをまとめた上で、相内さんが独断で判断するっていう最終ね、最終ね。じゃあ選ばれるかもしれないってことですかね。まあそうですね、どれだけじゃあ用意できるかっていう話になってくるんですよ。そんなじゃないですよ。相内さんが可愛いなと思うよ。そんなじゃない。結構さ、しゅうちゃん
頑張ってんの、まあ、俺は知ってるからあれだけど、周りはちょっとよいしょしてんちゃうか空気もあるで。それはどう思うの？そんなん思う。店じゃあ俺が面白いものを作って見せるよって思って、でも関係ないでしょ、つまり面白いものが出れるんでしょ。そう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 、うんうん、そうだよね。あの真面目な話をするとね、セクションって結局バランスじゃないですか。うん、そうね、確かに。めっちゃええ芝居の、例えばすごい悲しい悲劇が11本揃ってた、それはさすがに辛いから、うんうんうん、やっぱり他にもバランスを考えて、そうね、なるほど、悲劇ナンバーワン、面白ナンバーワンみたいなやつらが、まあ言ったらそうかな、来るかもしれない。だから、まあ、今やってないジャンルとかでピョンと出るっていう可能性もあるってことだよね。一人芝居やるときに真面目なやつだったら疲れるやろみたいな、ちゃんとなんか緩くて面白いものいるやろみたいな、うんうん、その通りや思ってて、うん、なるほど、うん、10本ぐらい羅列してやりますからね、うん、言ったら、うんうん、まあそれはでも呼んでくるプロデューサーの仕事やけどな。なんか相打ちですよ。いやだってそうじゃないの。だってどう考えても悲劇しか、悲劇を主にこう書いてる作家ばっかり集めたらアウトやろ。だってでもあそうだね、あゆさんちゃんとバランス取ってるやろそこは、うん、だからあのどんな作品を作ってやるか分からへんけれども、うん、とにかく読みたい人と、うんうん、あの、ある程度オーダーじゃないけれども、うんうんうん、プロットを出してねっていう人が、これはプロットを出す方法なんですね。企画書みたいなもんで、こんなんやりたいんで。で、なんかとか、例えばもう決定しているところと被ってたら、うん、同じようなものがそのことになるから、なんかあるんじゃないの、そういう時は。こんなもんあるからね、みたいな。それってさ、最初に、しゅうちゃんから持って行ってんの？僕はそうです。今年はそう、今年はそう、あ、こういうのやりたいから、私も出たい、立花雄介という役者で出たい、こういう作品がしたい、うんうん、そんなこともいいからプロット出せ、はい、プロット出します。出しました。はいはいはい。で、どうかの判断になると。そうそう、判断してもらって、じゃあ出ていいよ、あ、ありがとうございます。おー、あ、でも正当な、うん、だこの道自体が結構若手のことがあんまり知らないよね。このやり方というか、だってアイスさんと近い人と近くない人もあるし、でも、うん、そう、あ、そうか、そうね、一番いいのはやっぱりね、トライアルでプレゼンすることは思いますけど、うん、だからまあ4年プレゼンし続けましたからね。だからそれを作るためのものの、トライアルが、要はそこでお客さんに引っかからへんくても、うんうん、でね、誰かの心に引っかかった上で、うん、なんかの芝居見た時に、あ、こいつはいい作品だ、いい役者だってなったら、次本戦に出るっていうチャンスが生まれるわけやから。おー、ね、いや、なかなか重みのある言葉をいただいて、ちょっと中島にも振っていい？じゃあ、あの、中島さんは、中島さんは一人芝居はどういう風な関係なの？一人芝居と。一人芝居はもう4年生。一人芝居4年生。そうですね。黒柳徹子パカったすごく。分かってない感じ。そうそう、分かってない。見てる人分からへんやん、中島さんって言われても。ムーンビームマシーンの元劇団員なんてみんな知らへんやんか。それとかは全然言うていってもね。全然言ってもいいですよ。もっと言ったら、このブルームボムなんていうのを作ったなんて誰も知らんやんか。俺の方があんまり振り下げてほしくないの。じゃあ、伯爵すぐあそこのテロップを元ムーンビームマシーン劇団員に変えてください。お前、キャパセマじゃないんや。キャパセマもやってますし、ブルームもういずれちゃんとしようとは思ってるから、ね、だからもう早くすぐさま元ムーンビームマシン劇団員にしましょう。私の一人芝居は、そうね、何年前だ、4年前、そうですね、4年前にトライアル11ですね、うん、トライアルの時に、まあ、チャレンジさせてもらって、うん、そこから本戦行かせてもらって、うん、あとはいろんなところで上演させてもらったという、うん、中なので、うん、誰がどうしたの、その作とか演出とかは誰がどうしたの。作本を書いてくれたのは、うん、ジロー松田さん、レギュラー、準レギュラー、この番組の準レギュラー、ジロー松田さん、3分くらいで3分出てる、うん、ピンチの時は大体ジロー松田さんを呼んでるよね、きっとね。で、演出は泉さんにやっていただいて、ちょっと、何しらとやらしいな、自分。まあいろいろあるからね。いろいろ。いろいろね。そうですね、行きましたね。うん、嬉しかったですね。なるほど。でもそれ結構やってるもんね。何回もやってるんだね、あれ。やりましたね。何を？だってトライアルから行ってるから、うん、トライアルでまずやって、その後本戦があるでしょ。うんうん、本戦でやって、でその後に札幌行って、あ、そう、で、三重、通やって。
で、なんか途中、長崎やったの、長崎で、仙台でフィニッシュ作品とのお付き合いがフィニッシュなもん。それで、ね、今のところで、この間、水星マジックの稽古があれ、それで、はい、15分ぐらいやった、うん、久しぶりにやったら、あんまり覚えてるなと思ったら、それは2年間やり続けたんだから覚えてるわなっていう。そやろな、そうそれはね、なんかね、あるよ。でもこれだから一生森光子みたいにやっていくかもしれない。そうですね、だからその4年前やった頃は30になったら激太りして再演するなとか言ってましたね。今それはそれ見たら今29です。 あと1年、ちょうどセレクションの年に30になるわけか。来年ですか、うん、あ、じゃあそうですね。いや今日から暴飲暴食で、ね、バレリーナのねお芝居をやってた。そうです、だからそれですごく太ったら面白いなと思って。でも実際力士寄りになってくる。ああ、そっかそっか。バレリーナとなんか力士がミクチャーされたお芝居。バリシ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 。そう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 。わかんないけど。まあそんな感じのお二方がゲストですね、はい、今回。でもなんか あ,、うん、あのオープニングで、はい、マジンハンターさんの名前の後々、はい、ね。今あの。はい、実際渡り、あ、そして渡り中、渡り終わり次第、駆けつけてくださる。あ、すごい。もう一人ゲットとかいるんですか？もしかしたら、もしかしたら、あの吉川さやかさんと和田ヒロさんが、あ、もう二人常連。あの二人も常連じゃないですか。竹信組の常連でしょ？竹信組、一人芝居にもう昨年出ます。あの二人はなんかグルになってなんか一人なんか役者をやってるね。食ってはして食ってはして。あのパターンね。グルになってます。悪い言い方したな、そういう感じ。そうね。そうね。ヒロさんも今4年目じゃないですか。そっか。量産型。ヒロさん。演出で独白ね。そうそうそう。あ、そうか。ほんまや。そうだ。出たってこと。いやいや、演出でやってる。大変やった言ってた。あー、でもそうだからね。で、去年は1名さんやろ。で、その前、タンゲちゃんも。タンゲちゃんも。え、自分とこの劇団員やったあの山下さん。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 1年空いてるんとかかな。でもまあまあ、まあその辺はまあ来てから聞こう。ヒロさん自身もやってた。やってましたよ。やってたよね。サリングの本かなんか。はい、本で。さやか姉さんもやってた。その時は出てましたからね。そのもうそろやめたやろな。でもそれもね、一つポイントだよね。難しいとこやけど、なんやろな、ずっとやってる人おるやん。毎年おるやん。泉とか俺全然やってないけど。そうそうそう。まあまあそういうのがあって、それに対してどうよっていうのもあるかな。なんか海田さんとか。そうだね、海田さんは。で、今回海田さんが出てへんのが結構おおという感じというか、なんか新しい動きやなというのと、あれ持ってきたらよかったな、うちに。あのセレクションの今までの、そうそうそう、サンフレットがあって、めっちゃ古いやつ。この間たまたま見てさ、なんか知らんけどうちの本棚にようわからんけど入っててさ、ようわからんけど入ってて、なんで入ってんやろって。いや、買ったんかな、俺こういうの買う人じゃないのに、あれと思ってんけど持ってって、だからもう秀志さん、本当秀志さんの昔やってたりとか、それこそもうなく、もう休団しちゃったあの隕石少年トースターの関さんとかが出てるやつとか、なんかそういうのの、その歴史がわわって書いてあって、今までどんな人が出ましたみたいなのパンフを持ってて、それ見て俺ちょっとへこんだっていう。なんか俺一人芝居出るぜって浮き足立ってるけど、みんなもうやってるやんと思って。あー、今さら今さらかい、今さら感が自分の中に。逆でしょ、やっぱお客さんからして満を持してじゃないの。そんだけ貯めたんやから、ええもん見せてくれるやろっていう流れじゃないですか、明日から。ああ、そうですか、分かった。じゃあもう本当に大阪から いなくなる。それもちょっと神気味やだね。ちょっと緊張してる。プレッシャーが怖いな。でも出来はなかなか、なかなかのできなんですよね。あー、水木さん、ありがとうございます。よう逃げたな。すごいタイミングで。いや、逃げたらあかんやろ、そこで。
あ、そうか、逃げた。不安でしかないやん。によってみたいな。俺もう全然仕上がってないってことになってるやん。大丈夫だよ、仕上がってるよね。仕上がってる、仕上がってるもん。はい。じゃあちょっと途中ですけど、あ、すみませんね。すみません。すみません。ありがとうございます。すみません。あ、今ワタリが、はい。ワタリが。お疲れ様です。終わってると終わってると。え、そんな感じ。終わってると思います。じゃあ終わってる終わってる。自己紹介。はい、どうも、マシハンター三井と申します。長身予備校というところでやっております。今回。愛の、ハローミスパンプキンで、橋口めぐみ一人芝居の作演出をやっております。どうもよろしくお願いします。めっちゃしっかりしてますよ。そう、いやごめんね、ごめんね。じゃあ言っていいよ。いいよいいよ、ちゃんとできんやん。いいよ、尺を上げるで。全然聞く相手前にないから。さっき書いたんだよ。セブンティーンでございます。セブンティーン、セブンティーン、アイスクリームみたいなね。そうそう、あのこういうクルクルって剥がすやつ。歯科学会員みたいなナンバーがあるみたいな。ほんまに？そうなんですよ。一応ね、学会なんですけど、僕らやってるんですけど、演劇をまあ、なんでしょうね、トークしていこうよみたいな学会が、あとしてみたいな感じで、結構深夜番組的なノリなんで、割ともうダラダラやる感じです。はい。なので、今後は学会員の名に恥じぬように、行動には気をつけていただかないといけない。はい。そういうことか。初めて言いましたね。そうですね。そうです。三浦さん、ほんで今ちょっとね、一人芝居 と、今回のゲストの方ってどんな関係性なんだみたいなとこ言ってたんですけど、三浦さん初ですよ。ですよね。はい。なんでなんですか、その辺ですけど。なんででしょうね。やりたいとかはあ、やりたいとはあった、あった。だって、あ、落語とかも書いてるでしょ。そうなんですよね。落語は書くから、うん、それのね、感じでやりたいなと思ったけど、やっぱり違うなと思ってね。え、はい、あ、その落語と芝居がってことですか。そう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 。あの、本当に、あの、今回僕はあの、ハローミスパンプキンって、はいはい、ね、10ページ書いてるんですか。台本を。台本10ページ書いたら、話し家さんなら20分みたいな。で、人芝居したら30分かかるんだよね。まあね、動きもつきますから。うん、そう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 、短い会話で作れない。トガキもあってってことですね。そうそうそう、落語は短いってなるけど、人芝居になると短い会話ってないやん。まあ、まずないやん。そうか。ある程度相手に想像させるぐらいの尺のセリフになるやんか。30分いきましたね。ああ、じゃあちょうど良かったですね、30分。10ページ？しゅうちゃん、あれ何ページとかな。いや、似たようなもんですよ。11ページ。字がぎっしりやる。最初もっとあったもんな。あ、そうか。13ページぐらいあったんちゃう。あ、カットしてカットとカットで11ページ。そっか。あれ何ページ？今ね、必死で思い返して。俺もそうやねん。でも、短かったと思う、ちょっと。2行の半ペラが。そうそうそう、8、9ページぐらい、まあ10ページぐらいっていうのが30分なのかな。ダンスシーンが挟みましたけど。あ、そうやね、バレーシーンが入ってる。そうそうそう、身体表現のシーンがあったから。身体表現、時間とっちゃうからね、ダンスは。いや、でもお芝居それがあるもんね。そうですね、確かに。一人芝居や言うても、まあだからいろんなパターンあるじゃないですか。ずっと、あ、ありがとうございます。やった、やった、いっぱい来はった。これもありがとうございます。これもちょっと無理やぞ。これ後で入れ替えしようや。間でコーナー挟んでから。何から切っていったらいいやろ。でもとりあえず今回は、まあ、徹底攻略って言ってんすよ。明日からの一人芝居、インディペンデント14ですかね。これに対して、まあ、いろいろ情報をお渡しした方がいいかなとは思ってるんですけど、まあ、うち結構ダラダラやってるから全然脱線してもいいんだけど、なんか一つ見どころとか、なんかこういうここ面白いんちゃうかとか、まあ、自分のとこでもええし、なんかあればっていうのから聞きたいなと思ってるんですけど、逆に楽しみにしてるとこってそんなんなんやみたいな。だからさっき言ったけど、三つるぎさん初なんやっていうのはまずちょっと面白いなと思ったんですね。どうなんですか、初参加っていうのね。え、はあ、っていうか、いや、初めてやから よく分からないところの方が多いからね。だから、逆に怖いものがあんまりないっていうのはね。じゃあ結構好き勝手好き勝手やってますよ。へ、はい、それあれですよね、
そのミスパンプキンも志渕って志渕めぐみが役者ですけど、うちの元劇団員で、で一回その三剣さんの超人予備校さんに出させていただいた時のそのキャラクターが確かパンプキンという名前だったんです。だからそっから広げはったんか、それともまた全然別なんですか。いや、そっからですね。そうなんや。そっからだけど、そのかぼちゃの役、かぼちゃの役じゃないですか。かぼちゃの役じゃないですか。そのかぼちゃを出そうと思ったら、なんかいつの間にか違うかぼちゃを出してしまって、出せなかった。だからかぼちゃのキャラクターたちがどんどん積み重なっていってかぼちゃいっぱい出る。かぼちゃ、いや、かぼちゃいっぱい出る。かぼちゃ、もうかぼちゃいっぱい。なんて伝わるんすか、これ。いいじゃないですか、かぼちゃいっぱい。説明できない。なるほど。見に来てくれるし、かぼちゃって。そういうことか。シュウちゃんとこ？ジチランとこ？うん。ジチラン、グラフやろな、確か。グラフはグラフィック？グラフメーター。グラフィックの方です。うん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 。そうだな、なんつったんやろ。まあ、偽ゴッホ。うん。偽ゴッホじゃないんだ。ゴッホじゃない。贋作。ガッホ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 。すごい偽っぽいですね。ゴッホの話をしようと思ったけど、いつの間にか歪んでたから、もうこれはゴッホじゃないぞってなったから。じゃあ歪ました。だからもう。ゴッホの話やと思わせといて変わってくるんじゃない。ゴッホの元々の話にエッセンスつけててんな。そう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 。もともとゴッホをやろうとしてたんやけど、ちょっといろいろこっちの方が面白いぞってなってきて、もしこうやったら面白いねっていう。そうそう、イフゴッホ。イフ、どんどん分かる。ガッホ。ガッホの方が分かりやすい。ガッホです。そうそう、つくガッホです。かぼちゃとガッホ。だから、もしこのグラフを見て、あ、ゴッホってこんな人なんやって言って、知ったかかまして、誰か言ったら、違うでって言われますから。あー、そういう。でも今日聞いといて。そうそう。劇中ではもう、先ほどゴッホみたいな言葉一言も出てこない。名言とかなんだろう、ひまわりがどうだとか、そういうのは出てこない。そこまでは言わない。ひまわりとかは言うけど、いろいろこう全てをゴッホやと思わんてくれと。だからゴッホのことちゃんと勉強してから、いかにいじったかっていうことを見に来てくれと。勉強してから見に来てください。だから明日6時からやから、ちょっと、もう、もうユースト見てる場合じゃないですから、皆さん。早く、ゴッホのことを、ウィキペディアで、やってください。本当に、ウィキペディアでいいですから。まあ、わからなかったらわからなりにね、ぐるぐる頭の中が迷う話になっとるので。なるほど、ぜひぜひ。ですかね。はいはいはい、わかりました。じゃあ、中島さんは見どころを。見どころですか？気になるのとかある？え、それ、ジローさんが書いてあったらしいのも気になるし。ああ、自分が脚本を書いてもらった。バーン、ダンスバーン。R 多いですね。この人こんなん多いんすよ。こんなんやったら関係ない。1個だけ多いっていうとこが、これちょっと。そう、ちょっと珍しいね。むっちゃ R 多いとか。そう、よくあるけど。でも、めっちゃ R 多かったら、ちょっとエンタメ感強い感じ。はっちゃけちゃうぜみたいな感じになるから。そういうこと？そうではないぞみたいな。ダンスバーンって何？バーンザフロアみたいなこと？違う？踊る。これちょっとでも想像していって、あ、そっちか。バーンね。あ、また予想大会。そうやって予想大会、ごめんちゃうね。あのトライアルの時みたいな。ちょいストーカー的に調べるやん。ああ。そしたら、なんやろダンスマン。一回さ、前回かなんかに、なんやったっけ、一人で飯食ってたら超能力者になっちゃう。ウィザードリーマン。あれもウィザードリーマンっていうのが最後に分かるよみたいな、そのオチみたいな形で持ってきてたんやけど、それがあんのかなと思ってダンスバーンで調べてみたら、ダンスバーンっていう人多分ご存知ですよね。UFC のチャンピオンですね。そうそれじゃんちゃうかなと思って。多いね。みんな早くユーペリアで調べて、全部見てください。わかんのちゃうのか。ユーペリアでやーっと調べて、もうダンスバーン。そうですよね。うん、いや、本当に。いや、でもこういうの言っていく番組なんですよ。そうですね。だって、一応お客さんですから。発言はしにして。発言はしにして。
まや、逃げた。え、明日何時からですか、僕。あ、初めて聞いた。うわ、18時か。バイト入れてなかったかな、大丈夫かよし、ブロックだから、ブロックだから、なるほど。あ、そうか、じゃあ、最後なんで、18時30分、30分、7時やから、あ、ギリギリ間に合う、大丈夫。大丈夫。バイト上がりで行きます。あ、橋口さん来ましたよ。めっちゃ来てるやん、なんか。これでも、この作演と、出演者は別々にする、あえて。あえて別々にして違う、なんかいろんなことをこう聞いてみる。そうですね。一緒にしちゃうとちょっとあれやから。早い段階ですか、もう変え、ちょっと何回か変えてみます。一旦ぐるっと回ってもらって。席替えです。席替えタイムです。お風呂帰ります。じゃあじゃあ、じゃあ月曜の方2人こっち来て、はい、こちらで、橋口さんは狭い、すごい回やな、ぎゅうぎゅうのところ。こんなに出演者多い回初めてですね。いや、見てください。まあそうですね、出演、あのね、視聴してる方はね、減ってますよ。減ってますよ。なんだろう、最初 8人やったのに5人になりました。あ、でもいいですけど。あ、なるほどね。だからもうダンスバーン言った瞬間、ずっと来てくれない、来てくれない、水沢の変形。なるほど。すごい遅いと思うけど、水沢ドリーマーはさっき、はぁ、じゃあ、じゃあ、あの自己紹介を。じゃあ、さやかさんからこういきましょうか。西川さやかです。はい、月曜劇団の上原ひろです。橋口めぐみです。橋口めぐみです。フリーです。はいはい、フリーです。フリーの元劇団員がいる前であえてフリーですって押す女。いや、いいですよ。一応円満単位だな。一応ね、一応ですよ。世の中的には円満ですから。あ、整いましたね。あ、落ちた。よかった。あ、帰ってきた。もうこれちょっといらんタイミングで真っ暗。いいっすか。何いらんこと言うとんねん。だから今回のインディペンデントに関わってる方っていうことですよね。はい、この3人はね。まずだからどうしようかな。もうお二人っていうことでいいですかね。徳田明子さんチーム。徳田明子さん。はいはい。はい、で橋口さんが先ほど言ってくださった魔人ハンター三剣さんの脚本演出で出演する人ですね。そうですよ。はい、散々言われっぱなしだ。言われようやった。あれ、そう、何言われてた。なんかごめん。じゃあ作品のことはあんまり聞いてなかったから、じゃあそれだけでもお話ししてもらおうかな。作品の話はナルト終わったやんか。おぉ、ジャンプのね、漫画のね、はいはい。螺旋岩を、あ、え、これ螺旋ってそれなん。螺旋岩の冒険。あ、そうなんや。そう、ナルトを、え、ちょっと待って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 。あいつ嘘ついてる。あれ、見たことあるぞ。どうや、見たことあるぞ。もう目線が全然微動だにせえへん。どうや、これどうやって嘘つく顔見たことあるぞ。泉、これどうやっていう顔してる。何年来見たぞ、これ。そう、でもまあそういうのもありですね。でもナルトって来年からまたちょっと外伝みたいに始まるじゃないですか。その辺はその間のストーリーを、なるほどね、岸本精神に変わって。なるほど、徳田さんを使って。徳田さんが何それの意味で寝込む。めっちゃ見たい、めっちゃ見たい。そんな、なるべくやるの変やろ。映画でもやんのに。そう、サーバイナーでやんのに。自分みたいな。喧嘩なんて。明日稽古、ラストの稽古どうなるかっていう心配。ほんまや。あ、大変。稽古ザラストどうなるか。これで次こっち行っちゃいますけど、いいですか。行こう行こう。さん、ちょっと正論を言うとかんでいいですか。正論、あ、大丈夫ですか。あ、わかりました。じゃあ、ちょっと、また後ほど。なるほど。リアリティ、ナルトにね、リアリティを。どういうメカニズムで忍術が行われていくのか。なるほどね。じゃあナルト好きは必見の一人。精神エネルギーと肉体エネルギーを一緒にできませんみたいな。チャクラ寝れませんみたいな。
今なると毎日1話ずつ見れんねん、アプリで。で、改めて見てるから、チャクラってこういうメカニズムなんやって、今改めて勉強してるんです。ちゃんとしてるんやね。はい、それを読んで、ぜひ見に来ていただいて。そうです。プラスも勉強してほしいけど、こちらなんと勉強してないと来てくれて。いっぱい勉強するわけです。そうそう。ウィキペディアで大丈夫ですよ。ウィキペディアで。うん、だって、ゴッコとナルトと、あとカボチャの品種についても勉強します。カボチャの方はさっきちらっと言ってたけど、喉が結構もうそれぐらい緊張というか食べ過ぎたかぼちゃをめっちゃ乾いた笑いやあんま喋らない方がいいですか、ね、あ大丈夫みつるぎさんどのぐらいですか、ね、うん、大丈夫、あ無理やった無理って言ってください、うん、私らのとこ7ページぐらいですかね、うん、10ページある3ページ覚えた、いやいや、それぐらいも朦朧と稽古してるんです、彼女私7ページぐらいの規模でやってんねん実際10ページやってんねんすごいやん、いや、ほんまはでも、みつるぎさんが書いてるペースが全然みつるぎさんが持ってたペースより長くて、うん、ほんまはもうあと半分ぐらい欲しかったんですよ、あ、1時間コース、まあ、先に言ってたことか、それは切ったっていうのか、なるほど、逆に凝縮したというか、分かりやすくそのコンパクトにしたっていうような感じ、おっしゃってましたもんね、学号で10ページ20分になるところが、うんうん、お芝居で10ページ30分になるっておっしゃってたから、やっぱ書いてるうちにそのあこの尺やったらここら辺までやなみたいなことになったってことですよね、話してたんですね、うん、ちらっとね、前後がない、いやでもそれはやってる本人からもうほんまに同じ話を繰り返してもう一回この尺いらんかった悪い悪い大丈夫大丈夫、星口さんは一人芝居初めて、うん、どうですか、どうですか、一人芝居、うん、ね去年裏におったからがっつり、あ、そうや、一応そう、去年お手伝いをおったから、どんな雰囲気かっていうのもなんとなく言い方悪いけどなんか下見ができてたから、なるほどね、今日立った時うわーってなったけど、そんなそこまでどこに何がっていうほどではなく、めちゃくちゃ戦争だね、そういう対談も去年から考えてたそんな話するやつ、それはもうちょっと前にさらに、まあ、その話はほんまにやめよういや、やらへんですやらへんですっていうのは橋口さん発信、そうですね、私がもう拝み倒して、あゆちさんにもうやりたい、拝み倒して、はぁーっつって、みつるぎさんに言う前にみつるぎさんを捕まえようと思ってるって言って、みつるぎさんにもしかももうお互いベロベロに寄ってる時に書いてくださいって言ったら、あ、いいよって、すごいお酒を飲まして、ね、すごい二つ返事、でもまあまあそうやって得てして決まっていくみたいな、枕営業です、枕営業、枕営業そうなんだあ、そうか、そうそう、だからほんまに二つ返事でやってくれはって、なんでみつるぎさんが、そうですね、みつるぎさん、作家さんいっぱいいるじゃないですか、みつるぎさんしか思い浮かばなかった、おお、もう泉のことなんて一つも、そう、いや泉はだってもう今年え、じゃあ一ノ瀬の時に演出とかしてたから、はい、で、まあ、何やと組んでもあんまり、同じその時同じ劇団やったし、うん、組んでもな、そう、インディペンデントのことも考えてね、うん、なるほどね、まあ、それはね、やっぱ彼の作品は面白いんですけどね、みつるぎさんしか、なんか他の理由でやるのか、ゆずみの作品がやりたかったけれども、そのタイミングで言う、話変わっとるから、そうね、そうね、もうそんな話ほんまに、まじぐちゃん、適当にあしらってな、そう、うっさボケとか言ってくれていいから、まだ飲んでると思った、まだ死ねとか言ってくれていいから、もう実際飲んできたから、普段通りのあしらってくれていい、母言うから、最初からこうパンプキンの話を したいとかではなかった、それは、ね、ただもう三鶴さんの作品をやりたかったんですけど、全部全部お任せして、お任せしますっつって、そうそう、かぼちゃにしようかみたいな、うん、言ってくれはって、あ、じゃあはいみたいな、あ、なるほど、なんか最初ほんまに人間と動物とか人間以外はどっちやりたいみたいなのその二択なの、まずそこから入る、すごいね、あ、同性であるんやったら両方やりたいですっていう、両方、うん、両方出てくる、それは結構ポイントやね、両方出てくる可能性が、馬車が死んでる、うん、うん、出てくると思うそう、それぐらいがいい、それぐらいがいい、それぐらいがいい、うん、
なるほどね。なるほど。だから結構1年越しでお願い事が叶ったみたいな、ね。じゃあぜひぜひそれは1年間かけてやったお芝居です。2、3が切れたちゃんと。そんな狙ってる人みんな狙ってるやんか。今だってかなり競争率高いですね。からみんな狙ってきてるやんか。またほんで今年とかから結構その外部の地方の人も結構増えてきてて、地方でやりましたよ、こっちでもやりますよっていうのも増えてきてるから、4人、地元の人は結構どんどん狭きものになってるかもしれないですね。やり尽くしてるからね、指示投げたら当たるからね。そうですね、ここにもざっといますからね。でもちょっとノーサンキューみたいな感じの人もおるし、やりたいやつは勝手にトライアルでやってるし、そのトライアルで来年出たいから3日間調査しに来る成瀬とかもおるわけやんか。まあまあまあ、それはまだ出、そうですね、彼は出ると名前を発表してましたから、誰ぜひご期待いただいたら、来年トライアルで一緒にやりたい作家さんと3日間見に来てたっていう噂で、マジで、はいはいはい、そういう35日で真面目なことやってる役所もいれば確かにね、確かにそうですね。あれどうやったのに真面目にそういうところから行こうとする人もいれば、適当にじゃあよろしくみたいな感じで、はいどうもよろしくお願いしますみたいな感じでやるやつもいると。なるほどね。なかなか面白いですね。そう考えると、どういうインディペンデントっていうと、インディペンデントっていうのが面白くなってくるね。トライアルも含め。会社にもなったしね。そうね。社長やからね。そうですよ。こんなんなるって思ってへんかったよな。最初の頃です。でもなんかあるでしょ。何の出店で見たんかな。それこそファーストを、僕のあのあれですね、今あのシリが充電中で喋りましたけれども、シリってね、あの iPhone って充電ちょっと早う尺よ、そろそろ席替えもしたいな。あ、そうか、あのなんかめっちゃ前にチャーハンラモンさんが書いてたのかな、インディペンデントのファーストの、いや一人芝居じゃないです。ファーストのそのほんまに立ち上げの頃に、10年後には一人芝居の全国ツアーをやりたいって言って、それを実現させた。すごいね。で20年後には世界で一人芝居をやりたいって言ってたっていうのを聞いたことがあって、それをちゃんとあゆさんはあの階段をちゃんと踏んでるっぽい。どうやら。たら多分でも最初にコリアとこに来ました。コリアとかじゃないんだ。多分韓国が一番最初です。ソウルとかね、多分ほんまに 2,3 年後にあるんちゃうかなと思いますね。だからそういうのはちゃんとあゆさんはそう何年20年計画でちゃんとやってはるお芝居が日本にやってくるかもしれないですよ、インディペンデント。だからまあ映像もやってますし、いわゆるスーパー歌舞伎じゃないけどあんなんでやるかもしれないですね。こっちも持ってくと字幕を作ってね、わからんから誰か喋る芝居いっぱいはできひんくなるっていう。溝端さんが大変なことになるとガーッ押すね。そうそうそう、映像だけにわかる。そうそう、かもしれないですね。ペンデント2、1ぐらいにはそうなってるかもしれないっていうことですよね。楽しい。10年続けたら100本コンテンツができるんやっていうのは10年前に言ってました。なるほどね。100本のコンテンツは強いですね、確かにね。それだけ続けたら多分一つの流れにロボヤをみたいなこと。役者辞めてるやつがおんのに。コンテンツとして成立してないやつが。おますね。お前だってファーストのひどいで。ファーストセレクション。やっぱりファーストセレクション。誰やねんってやついっぱいおるもん。これでもここにはの、あ、出てる、出てる、出てる、ここに載ってる歴史が誰やねんっていう。なんだか体は知ってるよ。はいはい、そうね、今はあんまり、そうですね、小劇場ではやってらっしゃらないっていう方もそこそこいらっしゃいますね。あー、僕全然わからない人いっぱいやわ。でもそういう脚本があったらいろいろできるっていう話。そうですね、逆にだからすごいもう商業に行かれようとしてる方もいらっしゃったりだとかもしますもんね。いろいろですよね。なるほど。劇団転がる石ってありましたね。なんで言うねん。でもいいです、そういう番組です、ね、そういうことです。でもそうね、キャンプ06、キャンプ06さんがね、この間までやってましたよね。懐かしい。懐かしい。だってもうそうですよ、隕石だってもう、そうだね、そうだね、なくなってない、なくなってない、なくなったとか言ったら、そういうのはもう問題発言です。山内さんだけやる気がある。やめろー。中身の話、中身の芝居の話よ、芝居の話。
いやじゃあぼちぼちもう一回ワンスモアの席替えしますか。はい、じゃあ帰るなりここに残るなりお好きにしてください。はい、組み合わせ変えるの面白いかな。なんか喋りたい人います？僕もそうですね。さすが SP3 の劇場は誰が出たい。じゃあ僕もうそろそろちょっとお手洗い行かせてもらっていいですか。はい、じゃあ僕絶対お手洗いタイムがあるんですよね。じゃあコーナーは、はい、コーナーは今回ね、なんか落ちたりしてるから、ね、今回、はい、いいですか。いいです。最後はいいコーナーやろ。もう誰もコーナー誰も座りたいコーナー、あ、誰もいないですか。俺もコーナー覚えてないで。あ、そっか、じゃあやめとこ。あれ、誰も座らない。登場時間が今のところ短かったんで、じゃあ水上さんは座りになりますか。じゃあそちらにどうぞ。そしてなんか登場時間短くて、なんかあれも喋る。ああ、ありがとうございます。とりあえずでも、じゃあそこ呼ぼうかな、しゅうちゃん。しゅうちゃん、うん、で、入れ替えやから、どちらかじゃあ、じゃんけんしてもらっていいですか、月曜日。じゃあ、いいですか。どちらもじゃんけんしましょう。男同士でカチッと。なるほど、なるほど。じゃあ、どうぞ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 。はい、わあ結構これまで濃いよ。濃いな。これしかも結構飛び出る感じの濃さやから。だってまず何かあります一人芝居に対して。しゅうちゃんってさ普段不満ばっかり言ってるやんか。だからそのもうそれ出せるなと思って噛みつけるわと思って軽いなんか不満ってあるの。一人芝居に対してとか。一人芝居の不満、まあ、だからそれは問題意識だよね。言ったらこのままで一人芝居インディペンデントはいいのだろうかとか、うん、そういったことを。でもそれは、うん、まあ、受け皿、まあ、インディペンデントが受け皿として、うんうんうん、で、その飛び込んでくる人たちにもっと飛び込んでこいよって思うことはよくある。トライアルが顕著だと思うんですけど、やっぱそのね、あなたたちのためのトライアルではないのではないかっていう人たちがトライアルに来るじゃないですか、ね、基本的に多分あれってプレゼンの場じゃないですか、うんうん、だからプレゼンする必要ない人が出て、それはちょっとちゃうんかな。なるほどね。逆にプレゼンしなあかんやつらが出てこないっていう、うん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 、そうね。確かにトライアルっていう言葉通り最若手の登竜門というか、これ出てポッと出てきた面白いやつがどんどんっていうなんかサクセスストーリーがあるといいなっていうのもあって、まあ確かに昨年まあここの近年ですかね、結構5年選手10年選手っていう中で出る機会もまあ増えてはきたけれど、今までそういうのがなかったからっていうのがあるかもしれない。チャレンジする場所なかったからな、まずね。ああ、そうか、うん、それもしゃあないと思う。そのうち淘汰されるから淘汰される。そうね、だから若手がエントリーしてんのかって、そうじゃない。これからちゃう、これからさ、うん、こんなんあるでみたいな、うん、もう上のやつおらんくなったし、ルールできたからみたいな。ガラケやん。そうそうそう。なんと思う。あ、そう。じゃあお二人ともそっちはそうなっていくような考えですか。あるさかなトライアルが今どんどん広がっていってるっていう感じじゃないですか、うん、で、うん、3日もやりますよ、うん、次4日やったとしたらもう本戦と同じぐらいやることになるし、なんやったら結構本気で来るからトライアルの方が、こっちはこっちで本気じゃないことはないけど、ちょっと実験的にやってみようかなみたいな本戦の方はあったりもするし、なんかそのあたりの違いっていうのは出てくるのかなっていうのが気になりますね。本戦の方がなんか実験的なものが多くなってんなっていうのが、ね、トライアルの方が見る方もなんかその俺もやりましたけど、どれが勝つとかいう楽しみ方とできたりしちゃうから、まあね、ちょっと面白かったりするんですよね、実は。本戦規模にしちゃえばいいと思う。ね、別のなんかの野球みたいな、春季夏季みたいな。そうそうだから10年ぐらいやってるけど、俺一人芝居やってないやんとふと思ったやつがトライアル。うんうん、そうですね。そうですね。そうですね。そう、ね、白いか、白いか、白いか、ステージ対応ですね。出てんの？落ちてて、もう1年頑張ってっていう。みゆきちゃんが
あ、それはあれちゃん、面組むメンバーが悪かったとかそういう話ちゃうの。まあまあ、まあ、ハーが出たから組み合わせの方っていうのもあるし、そう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 、うん、組み合わせでうまく掴んで、そう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 、やっぱトライアルはね、いけるいけないが、そうやな、確かにそうですね、うん、もうちょっとしっかりした方がいいかなっていう気もするんだよね。いろいろちょっと変えていったりはしてみたいですけどね、マイナーチェンジというか。でもなんかお客さんの中でやっぱトライアルを毎日楽しみに来ている方とかは、やっぱあの自分の中の基準を持ってやっぱ投票してはる人が多くなってなって、確かにね、それはそれでいいと思うんですけどね。どういう焦点当てて考えるかっていうのもポイントの一つだもんね。あ、話結構面白いですよ、本当に。そうなんや、うん、トライアルは見られるんですか。見にひん、ギスギスしたとこ見たくないもんね。あ、そう、うん、あ、本当ですか。だって本当に見たい、たくさん見たいと思うのは本戦で見てるわけやから、こっちとしては。なるほどなるほど。本戦は見ててどうですか、うん、どうというのもあれですけど、やっぱ満足できるなっていう感じですか、毎年。満足する、うんうんうん、好き嫌いは当然あるけど、うんうんうん、一定のクオリティは全部あるから、うんうんうん、それはもうセカンドシーズンとかひどいのいっぱいあったよ。あ、そう、でもサードシーズンになってからはそれはなくなった、うん、ここ5年ぐらいで結構、うん、ああ確かにそうですね、うん、だあの外れっていうのがなくなってきますよね、うん、どれ見てもおもろいみたいになってて、うんうん、逆にちょっとあのね、昔はだから全く知らんのとかポンって本線に入ってたりしたのがなくなって安定してきちゃってるみたいなところはちょっとある気がしますね。あ、なるほどね、うん、もうちょっとなんか突発的なの見てみたいっていう欲も出てくる。そうそうそうです。もうちょっとあの尖ったイベントやった気がしますね。あ、それはもう実力派揃えたらそうなるよね。そうそうそう、だから、ね、リンクスとかの、あの探偵もそうだけど、探偵の書き方、一芝居の書き方が、やっぱりその10年のうちについたんですよ。結局はもうそうだったと僕は思うんですよ。それはそんなに、何も分からず作ってたから、うん、それはあかんぞって気づくまで、5年くらいかかった。ああ、でもそんな気しますね。ファーストシーズンとセカンドシーズンで全然作り方がゴロッと変わってきてるから、多分関西の演劇作家人がもう多分意識が変わってきてるみたいで、逆になんかそういう風に全体のレベルはボトムアップされてきてるということは、今だから作るっていう段階の参加方いると結構それはプレッシャーになったりするんですよね。もうね、ネタがない。あ、やるネタがってこと、うん、人に合わせて書かなあかんけど、うんうんうん、で作り方もやっぱり微妙に違うね、普通の芝居の作り方と、うんうん、ああなるほど、うん、それはどういったところがそうですか。あのね、うん、説明せなあかんとこ説明せなあかんっていう、芝居やったらその30分だろうが何分だろうが相手がいたりするから、うんうんうん、空間とか距離感で見せれんねんけど、うん、その上は一人でせなあかんから、うん、説明しつつ一人で芝居せなあかんから、うん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 、それのなんていうかな、語りっていうか、うん、っていうのをお客さんに丁寧に見せないとついてこれなくなると思ってしまう。なるほどなるほど。普通だったらおはよう、うん、で、うん、もう朝の風景やって分かるのを、うん、おはようって言ってもう昼か夜か分からんからなんか説明せなあかんみたいなことですね、うんうん、なるほどなるほど。っていうことがあるかな、一人芝居の。だからそれが難しい人はやっぱりちょっと増えてるようになったりする。あとラインナップ見て、はい、こんなうちしかせえへんなっていうところも狙うな。なるほどね、確かに、うん、このラインナップからいくとかぼちゃが出てくる芝居は一つですよね、うん、それは結構狙うんですか。これはあ、そういうことかなって思って書いたところあるし、なるほど。でも全部が同じ色じゃまずい。まあ確かにね、確かにさっき言ったようにバリエーションがあるから一日好きなやつもあれば嫌いなやつもあるかもしれないけど楽しめるっていうのがあるかもしれない。昔ね、行ったらものすごく悲惨な終わり方するんが3つぐらい続けた時は、おー、どうしたか、変な終わり方ばっかり、何ドヨンとしたか。お客さんが沈んで帰っていく。DJ タイムで、もうため息ついて帰っていく。DJ やのに。そうそう、全然楽しそうじゃないお客さん、かわいそうみたいな。そんな中アホみたいなことばっかりやってたから。そっかそっかそっか。それにはそれでいいが。そうそうそう、あるのはある。
それが狙ってきてる人もいるっていうし、今回だからそれがどうですかバランス的には。今回はね、多分ライトが多いと思う。で地方の方が濃いの多いんちゃうかなっていう、ストレート系。確かにね、地方の方っていうのが結構おっていう、なんか今どっち方でやられてた方が多い感じです。ライトは確実にそうやね、重たい話ね。無理さんのやつですね。まあそうね、これ重たいんや。楽屋からはシチュエーションコメディ。これ唯一ぐらいじゃん、見てるんやね。僕は見てます、うん、あの沖縄、北海道、沖縄で犬飼さん見させてもらって、うん、北海道で坂本ちゃん見させてもらってるんで、一番読まれへんのは肥後系、読まれへん。これね、確かに霊月なのか。霊月肥後系、この形を調べたんですけど、まあ、あやめ18万って花組芝居に言い張って、この堀川さん、堀越さんという方が、うん、まあ、若手のホープというかすごい頑張ってあって、うん、いわゆるその花組芝居自体が、まあ、昔の歌舞伎、大衆に受ける歌舞伎みたいなのをやろうやっていう感じの、なんかお約束を知らなくても楽しめるものをやろうっていう劇団にいて、その中からそのあやめ18番っていうのを作らはったらしくて、うん、割とね、なんかその和風な雰囲気も出しつつ、お芝居としてはしっとりしてたりダンスがあったりとか、なんかその方向性はそういう感じを、割とね芝居っていう感じをやってはるような感じは書いてあったけど、それとそうね、堀越さんの組み合わせは鉄板らしいです。だからもうこれは今結構東京の若い人らの中でグッと来てる劇団の人ら、まあ元書き食う客らもね、そうですね、コロさんもね、多分ここはかなり期待できるだろうと。じゃあすごくいいね。で作家もなんか団子屋さんの、老舗の団子屋さんの若坊江戸時代。いやでもちょっとその匂いはするとは思います。だから、うん、和風な感じちゃうかな。なるほど、うんうんうん、家庭から来ますか。家庭から家庭から喋るとは人差があるうちは電気屋です。アピールしてくるな。入る入る。うん、っていう感じで、あとは橋本君の社会派的なのがもうちゃんとベターに濃いやつやってくるんちゃうかな。そうでしょうね、橋本君は多分そっち方向でしょうね、うん、笑いかけ言うても多分できひんから、しっかりとなんかその演劇と社会とに向き合ったような作品をやってきて、それをジョージさんがしっかり乗せていく。あ、なるほどね。あ、そう。あとはもう大体ライトちゃうかな。確かにね、トライアル2つはライトな感じでしたね、うん、ライトというか、まあ、コメディ。そうですね、はい。コロさんはコメディでもライトじゃないやん。ビジュアル話ね。この人が立つだけでなんかちょっと威圧感もあるし。そうですね、インディペンデントの千秋楽がいつも毎年サードシーズンになってからベテランになってるっていう、でも作品を見てないのにそれは大丈夫なのかっていう時も心配にはなったりする。今回だから熊本さんがラストですね、うんうん、作品見てへんのに、うん、こうアイフさんが想像でこのプログラムを作ってるわけですね。これは危険じゃないかと。でもこれね、毎年傾向があって、うん、全部通して1日で見るんやったら実は土曜日の方が並びがいいことが多いんですよね、毎年。あそれは狙ってるかもしれないですね、うん、やっぱお客さん入るときに、うん、土曜日飲んでみるとすごいいい気分とか感動した気分で帰ることが多くて、日曜日全部で見るとなんか割と、うん、わやくちゃな感じ。それがちょっとね、ラストがちょっとそういう難しいところですね。去年、去年ちょっとそんな言うて、去年はね、去年はだから正一さん、正一さんの東郎さんとか、東郎さんのやつ、割と純文学みたいな。そう、難しい。でも2回見のわからへん。ね、あれあれしかもおっさん向けでしたからね。若い人見てもわからない。そうかもしれない。っていう作品でした。でもざーっと見るのはやっぱり最後明るい子がいいよね。そう。最後前回どうしたね、最後明るい子がいいよね。思い出見る方としたら。それかすがすがしい気分で、ね、泣いたとしても、いい気持ちだみたいな。重くて熊本さんはどうですか、今回ラストですけど、今までの経験、多分みそりさんが一番親交があると思うんですけど。だから、ミダタン的な、まあミダタンも学園、そうですね。なんか、あの、
男芝居でしょ。バカな男が。いいっすね。哀愁を漂わせず終わる。良さそうですね。ファーストのロビーにあるソファーを使いますって言ってました。おお。内覧会の時に、はいはい、ソファこれでいいですかみたいな話をして。おお、なるほど。ソファだよね。なんかドーンドーンって音が。俺は下で稽古する。へえ。じゃあ結構アクションもあるかもしれない。おお、すごいね。音笑いが。へえ、すごい。今度は今年はちょっと楽しんちゃうかな。あ、じゃあ今回はラストね、日曜日もいいと思いますね。そうしたら。あ、なるほどな。難しいですね。でも、僕をおすすめするのはでも、どれ？総数ですよ。ああ、これも一回やってたんだよね。なんかアイドルになりたいみたいな、そんな話だよね。これは良かったっすね。あ、かなりまとまってるっていう評価があって、面白いみたいね。一人芝居なんですよ、ちゃんと。おお。なんか一人で台に立って、一人で喋ってたら一人芝居かって言うと、そうじゃないっていう人もいるじゃないですか。いや、わかります、わかります。意味が欲しいみたいな。うんうんうん、をちゃんと踏まえた上で、エンタメ作品を作ってる。今年は地方は面白いね。いやいや、別に地方は面白い。まあ、そう。安心して見れる。皆さんの作品ももちろん面白いと思いますけど。みんなワールドプレミアやから、地元の人間は。まあでもね、ちょっとそれね、一回そこで地方でやって持ってくるほどのっていうものがあるわけやから、そこは一つあるかもしれない。鮮度で、そう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 、鮮度ですよ。刺身で勝負するよ。それも大事ですよね。あの独特の空気とか緊張感ありますもんね。一人芝居ってこのフェスティバルってなんか結構みんなこうやってバラバラで作ってるじゃないですか。はいはい、はい。なんか毎年見てると年ごとになんか共通点みたいなのが見えてる。ああ、ありますね。かぶる。そうそうそう。そね、ネタがかぶって。ネタがかぶる。ネタとか手法がかぶるとかがあって。モチーフがかぶるとかね。いっぺんなんか呪術トリックばっかり並んだ年があって。ああ。これきついなって。一人芝居やるってなったら何パターンかになるじゃないですか。一人でその人になって語るのか、条件も含めて一人でやるのかとか、特殊なパターンかとか。そこが引っかかってくるんじゃないかなという気はしますけどね。でこんだけ地方のところ、大阪以外のが集まってたら逆に何が見えてくるのかとか割と楽しみやなっていう。でもね、地方のストレートなばっかりなんちゃうかなと思った。あ、逆にこっちはもう見てるから、うん、大阪の人間は、うん、いやちょっと回避にひねらなあかんなっていう気はする、うん、なるほど。それで似通ってきちゃうことを選んじゃってたっていうことか。地方はもうストレートな、なるほどね、やつばっかりやるからストップ。流れがあると思ってたけど、じゃあもしかしたら流れはないかもしれないみたいな。ないかもしれない。ただただ似通ってくるって。うちもジョージさんとなんかネタ被ってるって、今年も。去年も MJ で被ったけど、マイケル・ジャクソンが被ったりしてたけど、マイケル・ジャクソンの被りすごかったですね、今日。そういう楽しみ方も実は一日通してみるかあったりする。それは楽しいですね。だから どっか見た初日見て、次の日ちょっと徳田さんかぶせていこうかなとかあったり。いやでもちょっとそれやってましたもんね。うん、マイケル・ジャクソンの時はちょっとやってますね。チラッと言ってました。いやいや、最強の人。そう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 。そりゃそうだ。やったもん勝ちですね。そうですね。こっちはもういくらでも変えれることができる。そうね、そうね。螺旋岩やから。螺旋岩やからだけにね。うん、ああ、そんな感じですかね。うん、どうしよう。ちょっとまたじゃあ交換してみましょうか。ラスト交換ぐらいしてみましょうか。僕が変わりましょうかね。あの、ゆうすけさんと言いたくなる。あ、はい、そうなんですよ。だからね、僕これでもどうなんだろう、ね、ちょっと違うけど、うん、かぶるで辛い思い出が、うん、辛い、僕は辛くなかったけど、辛の話。いや、辛はかぶらないよ。辛はかぶってないけど、うん、そのヒーローショーのご当地ヒーローの集合イベントみたいなのがあって、大集合みたいなのがあって、こうご当地ヒーローのショーがこうプログラムとして組まれてて、1日こう昼間から夕方過ぎまで15分とか30分のネタがブラーってあんねんけど、みんなご当地の人やからさ、ちょっとさ、旬なネタを掘り込んじゃうのよね。
あ、だから被ってきた。そうやね、野々村議員がめっちゃ入ってくるとか。あ、なるほどな、なるほどな。もうすげえ寒いことになる。それはあるかもね。そういう意味で言うと結構、例えばさやかさん作家さんやから、で割と過去の作品は時事を結構入れる傾向がちょっとあったかなと勝手に思ってたんですけど、最近この間のなんか少なめやって、むしろ結構ストーリー派やなって感じだったんですけど、ちゃん沼の方あれどっちも違う。いや、入れてないですよ。入れてないでしょ、うん、っていう感覚やったんですけど、昔は結構なんやろな、昔の月曜劇団さんの作品って結構ええとこで美味しく時事ネタを入れるみたいなのがあったんですけど、そんなんて意識されます？もういい、時事ネタはもういい。時事ネタに辛い思い出が ないけど、うん、そう、沼の時もせっかくヒレの耳をつけてたので、うん、これをあ、ね、あ、なるほどね、あったけど、なんか途中で忘れちゃって、私がそれぐらい、うんうん、なんか最終稽古の時ぐらいにやってた、うん、って言ったら、うん、もう忘れてたし、いいんじゃないですか。もういっかと、うん、じゃあということは逆に言うと、今回の人質芝居の脚本も、うん、そういうことよりももっと別の方向で攻めてるってことです。で、徳田さんにいつも当て書きを渡してるのに、徳田さんにはあんまり時事ネタが似合わない。ああ、なるほどね、まあまあ、向き不向きありますからね。あ、なるほどね、はい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 、はい、難しいですね、確かに時事ネタじゃないけど、うん、私だから中島とやらせていただいたのが、うん、相撲の話で結構古都欧州が出たりとか、そう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 、そういうのがなんかメールでなんかその八百長をやったとかっていうのがあったから、だから結構年々 毎年やってたんですけど、そう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 、だからその残ることを考えると、時事ネタって意外と危険かもなっていうのはあるかもしれないですね。どうしてもね、時事ネタはね。でも落語って時事ネタ推進推進して、まあまあそうですね、刷新し方針さ、落語ってそうですよね、時事ネタをどんどん新しくして同じことやってるんですよね、型だけが決まっててとかいうことかもしれない。新しくするっていうことが大事ですね、そのままずっとやっちゃうから、うん、古いビートだけで、そっか、うん、なるほどね、フレッシュ感、フレッシュ感、まあまあ時事はね、フレッシュじゃないと何の意味もないから、ジジはダメみたいな。ダメじゃないよ。ダメじゃないよ。あ、そうですか。ダメじゃないけど、だからさ、まあ触れ方かな。なるほどね。やり尽くされるからね、さっきテレビとかで。うん、もうやるし、みんなやりたがるから。そうそう、多分ね、その去年 MJ 被ったのも MJ で。マイケルジャクソンね。MJ。そろそろいいんちゃうって思ったタイミングで。被ってた。そのシンクロニシティがあったってことですね。そうか、でも被らないでしょ、今回の作品。多分何も被ってないと思う。ね。多分ないと思う。まさかチンピラ B がかぼちゃかぶってたらやばい。マジか。そのスタッフの笑いやったよ。マジかみたいな。可能性はね、ないとは言えないですけど、明日から見ていただかないと本当は分かんないですけどね。被ってないと思います。そうか。なんかわかんないけど、見どころとか言っていいもんな、こんなわからんけど。見どころはでも、うん、でも自分の見て、自分の見てほしいでしょ。あ、そうですね、うん、ぜひ。面白いです。映像とか自分の姿は。あ、そう、あのね、一回ダンススタジオをお借りして、うん、あの稽古して鏡張りやったけど、それまで私映像とかはちゃんと見てなかったから、自分の姿が鏡に映ったのをパッて目に入った時に、うん、セリフが飛んでしまった。それは何なん、動揺したの。動揺した、めっちゃ動揺して。普段いいもんね、難しいね、しかも一人芝居やから自分しかいない。やし、なんかちょっとあれやねんけど、うん、すごい格好してるから。おお、なるほどね、入れ具で、入れ具で、ティーバッグ、ティーバッグで、だから入れ具でティーバッグでかぼちゃっていうことが伝わってますね。すごいから。え、ほんでそれ、それどうなん、どうしたんですか。それでどうした、だからテリフが飛びましたよっていうお話でした。ああ、なるほど。でも怖いよね、本番だと。本番では多分ね、鏡ないから大丈夫。客席でバンって鏡持ってた。誰かがね。照明がすごい変えてきて。ああ、まぶしまぶしって。いや、でも最初は、みつるぎさんと二人になれるまで大変やって、まず、ほんで二人になれたら、次、
あの稽古場に見学に来てくれた人がちょっと動くだけで動揺したりとか、全然できなかった最初、めっちゃ悔しかったっていうのがずっと続いて、やっと安定してきたここ3日ぐらい。それまではもうなんか劇場入ったらそれで動揺したりとか、あでも今日は比較的落ち着いてやってたと思うんですけど、おなるほどね。まあ、かるね。だから俺もだって稽古場で外でなんか声聞こえただけで切れるもん、うん、そう、すごい動揺しちゃう。確かにもうピンとしてるから余計に周りの音も気になる、うん、でも普段から俺、普段からそう。あ、そう、うん、芝居とかじゃなくてずっとそう、神経質、神経質、うるさいです。だからなんでそれ言うんみたいなのも多いよね。もうヤクゼって言われます。尺、いつもそんなに尺考えてる。俺は結構見てるよ。結構見てるね。大丈夫。後で王将でいっぱい来る。俺も王将行かへんで今日。明日あるし。お前ね。お前や。飲んでもいっぱい飲むぐらいで帰る。飲むんか。いっぱい飲むぐらいやろ。まあ、ただいっぱい飲むって言ってこの間、それこそ勝山君と一緒に王将行って飲んで、だからその後体調崩したからね。全然だから不安でいいことばっかり言ってる。いや盛り上げていく。失敗しても栄養の言い訳やんな。そうです。あ、なるほどね。あ、なるほどね。いやそんなあかんねん。出ないでよ。そうそうそう。二日酔いで似てる人も、あ、昨日なって思う。ツイッターでだから、僕のことをちょっと思った人は感激のアーカイブ見てくださいってつぶやいたもんね。もう失敗する前提やねん。せえへん。頑張ってください。明日とかどうしようと思って一回通したいねんけど、ね、本番前に。あ、どうしてんの。時間はあるんじゃない。時間はあるんですよ。だから昼間2回で通してるやん。あ、通してんやん、みんな。やってるやってるやってる。そういうもんなんですよ。だからね、体力があるかどうか。まあまあ、声切りはやっぱり声が飛ばさないやん。そうなんですよ。そういう意味では僕は初めてなんで、どういう段取りで動いてるのか全然わからないから。俺は通られへんから。見たらここで結構しいって。あ、人それぞれ。みんな何時に入るの明日。明日それこそそっからですよ。そっからなんや。今朝何時？遠足だ。こういうのが見たいじゃん。あ、でもそうなんかな。そんなん聞きたい。生で見てる人はどこか。何が知りたいんやろみたいなありますけどね、逆に。まあ何時？あれ結構いろいろだよ。2時間前。だって昔、笠山君3時間前って言ってた。はい、でも小野飛鳥さんとかあのマラソン終わってギリギリできたりとか。へー、そすごいな。絶対そうだって感じで言いますよ。今俺いくらでも言うよ。やってんかった。いやもう結構アップになってなくて何になってたんですか。なんかもう痛まるから。ハーフ超えて走ってる。中島どけお前。発言してないからあれほんまひどくて、ハーフで止められてるんだけど、私まだいけるって走って同じだから、でやっぱり22キロぐらいで切って、そこから劇場来てんけど、たまたまあのセカンドの裏の階段ですれ違って、もう方法の手でやってた。そう、そんなやってくれ、そんなやってくれ。で、その赤組のあのベテラン連中で、はい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 、全員でマッサージしてマッサージしては体を冷やしてマッサージしてプロアスリートたちが、プロアスリートのケアやケアを阿部さんとか諏訪さんが率先してやっとる。こんなん聞きたいでしょ、でもお客さん的には。あ、そうなんや。あ、こういう裏話の方がいいですか。でそれで全然動かへん芝居でラスト締めて、それどうやねんって勝山君が吠えてた。シュウちゃん、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 おとまちり、すごいとまちり飲み込み。怖いね、この番組。なんで皆さんに吠えてましたっけ。じゃ全部に吠えてたよ。え、全部に吠えてた。いろいろ、あの年でも一番ひどかったよな、あれ。
行こう行こう行こう、考え、それが一番ですか。いいんですよ、そういう番組ですよ。二番目は何がひど、何がひどかったんですか。どういうことが、いつの年、それは。それは去年、じゃあ一昨年。え、あれ、あの、エイキ君のぬいぐるみですとか、それですか。ああ、あったね。そう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 。あの、エマさん、エマさんがなんか客いじりをして、不快な思いしたお客さんが、その後、エイキ君にあのぬいぐるみ投げられて、ぶち切れて、なんかクレームになって、どうのこうのみたいな。じゃあ、あれはエレキが、小林エレキが投げたことがめっちゃ腹立ってね。エマさんはもう、だって、エマさんは関係ない。エマさんは関係ない。なんか、ぬいぐるみの投げ方が、シシッて当たる。あー、当たる感じになっちゃった。それで、申し訳ありませんでしたって公式ブログに載った時の写真で、ぬいぐるみ持ってるの、歓迎チームだけやってうちが投げたかのように。わー、風評被害。それは違うんですよね。今、声を大にしている。そう、うちは客いじり。あれはエレキさんがやらはったけど、そうですか、ユニットがみたいな書き方で、はい、あ、そうですか。あ、余計にちょっと分からへん、どこが投げたかは。だからあれもええ作品やったんですけどね、エレキさんのやつね、あれありきというかね、うん、そう、僕好きやったんですけどね、あれ、うん、よかったもん、うん、そうか、そういうのもありますよね、怒らはったね、怒らはった、パチって当たらすやろ、ね、でもまあ難しいね、そういう読者じゃないや、お客さん参加してるから、ツバも飛ぶし、ツバ嫌やわっていう人もいるやろ、ぬいぐるみはちょっとあれかもしれないけど、そういう人は大体浴びたい、なんかね、まあ、なんかそれを覚悟して、ね、そんなね、そんなあの高さでこんなして上見るような近さは嫌やから、すまん、すまください、すまください、かけてみたらセカンドのインディペンデントの、舞台構造上それは無理、何も見えへんもん、何起こるか分かんないじゃん、そう、結局生やから、うん、でもやっぱ前が好きで、ね、座ってられる、座ってるんでしょあなたたちはって気持ちがあるわけですよ、僕としては、それ臨場感を味わいたい、臨場感味わいたいのに、通路の奥から芝居が始まったりとかする、あ、まあ、ありましたね、座ってたら見えないんや、うん、だからやっぱりウォーターワールドみたいにカッパをちゃんと入場口でこう、うん、アングラとかね、たまにある、あ、あるよね、そこまでやんないどこまでフレンズばかかりますね、ちょっと、あ、そっか、まあ、まあそれはだからアイスちゃん的にこれはまずいなってぐらい唾出そう、あの役者がおったら困るみたいな、殿村さんが一人しか絶対です、いや、見たいね、そう、でもインディペンデントね、そっか、うん、いや、いいですね、で、うん、時間なんですか、時間としたらば、うん、結構ほんまに予想通り良かったですね、何にも身の身にならないように、いや、いいですよ、今年もないから問題があるか分からへんじゃん、ね、誰が一番問題を起こしそうかっていうことで、そうそうそう、それだけ最後に予想して、それだけ決めようぜ、うん、予想してから、うん、誰かだけちょっと一人ずつ決めていってください、せーので刺す、あ、じゃあブーメランパンツ飛んでくるんちゃうかな、やりすかねんかな、わからん、わかんない、せやな、じゃあ、どっちかでしょ、めっちゃ期待してるやつか、絶対こいつ問題起こしそうなやつっていうので、どっちかです、自分の中で、ダンスバーンで福谷君が客席でくだまいてるのちゃうかなっていう気がするけど、ね、ああ、最近丸なったから大丈夫ツイッター上でまた悪口言うてへん、はい、大丈夫心配になってる、丸なってますから大丈夫、はい、え、もうだから何度でも どんなことでもいいから一番注目してるやつ、そう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 、あ、うん、一番注目してるのか、はいはい、難しいなぁ、あ、面白いでも やらかすでもいいから、何でもいいからってことね、はい、うん、あ、おやらかしはなんか今年の顔ぶれみんなお行儀良さそうな感じ、ね、確かにね、なんかやらかしてもその、あの、お客さんに対して愛しいやらかしな、なるほどね、あ、じゃあそれはそれでいいです、なんかもう愛され上手ばっかりいるような気がする、愛され上手腹立つわ、そうそう、ギラギラしてるやつがいるのに中にもかからず、今年はなんか今年はお行儀よろしい感じだよ、まあ、立花くんくらいかな、はい、じゃあ立花くんっていうことしといていいですか、いや、いいですよ、しゅうちゃんは異論あるんちゃう、なんか、え、何が、大丈夫、立花くん大丈夫、僕もやらかしますよ、やらかし欲しくないけど45分の芝居しますあったあった、昔あった45分の芝居ありましたね、あー、先やられてた、やめよう、30分に収めよう、45分間痙攣し続ける女の子です、あったあった、うん、まあそんなとこです、一応選んでいきます、もういいですか、もういいんじゃないですか、はい、じゃあもう見に来て、はい、じゃあそんなとこでもう言い残したことはないですか、はい、久々に何にもな感じの回でしたね、よかったですね、はい、いいですよ、深夜ラジオの、そうですね、
じゃあ、もうとりあえず、はい、頑張ってくださいね。明日からインディペンデント、シアターセカンドにてやってますので、インディペンデント1、4、はい、今いらっしゃる皆さんが出てたり、なんか関わったりしてますので、はい、竹野さん、トライブはいいの？トライブ、はい、じゃあ、真裏でね。明日、こんだけファーストやってますって、ファーストやってますって言いながら、全然関係ない千日前トライブというライブハウスで映画を見る会をやってます。よし、それご飯、そう、おい、いける、めっちゃおもろい、いける、俺普通にいけるか、じゃあいかんと、ほんまおもろい、体すぎ、体すぎ、ほんまに、吹き替えで見ようという会をやってます。2000円で今日なんですけども、今回はタワーレベルの吹き替えで見ます。タワーインフェルノって誰が出てるんですか？ポール・ニューマンとスティーブ・マックイーンです。何の話なんですか？ビルが燃える話です。今回はね、これは特に珍しい吹き替えではなく、前回に、なぜかというと、前回ゴーストバスターズの野田秀樹をやったんですけど、ちょっと破壊力が想像してたよりひどくて、観客席がシーンってなって、届きすぎてちょっとちゃんとおもろいもん見ようっていう、みんなでスタッフが反省しまして、なるほど、ちゃんと吹き替えで面白い映画を撮ってみようっていう回です。初心変わりました。はい、お願いします。という感じでございます。はい、はい、じゃあそのとこ、はい、締めますか。いや、インディペンデント、はい、あれ締めもあるんですけど、次の、そう決めなあかんすよ。じゃあ来月お三方、ありがとうございました。ありがとうございました。次回からはクリスマスなんですよ。そうです、24日なんですよね。なので23日にしません？休みやのに俺会社。マジっすか？じゃあ24にします？24でもいいですか？まあまあ、なんかあかんかったらこうへんだけですしね。そうですね。なしってことね。いやいや、だから電話しましょう。じゃあ今日のプレゼント、一応前回23にするかもみたいな話もしてたから、エンディングの字幕で23にして出てるんですよ。そうです、じゃあ24日にします。ああ、そうですね。どっちでもいいんですけど、一応今日23で作った字幕になるんですけど。わかりました。24日に。そうなんです、24日でみんなに電話してても、とっつない、まあ、言わせないでしょ。まあ、言うてたけど。やるのは決まってるんですよね、内容ね。大体ね。前言うてたみたいな感じですね。ベストワンを。ベストワン決めましょうか。はい、っていう。ベストワン。今年のベストワン。いろんなベストワン演技。そう。アカデミー賞的な。ああ、じゃあ、はい、まあまあ、ざっくり言うとエンタメナンバーワンとかアングラナンバーワンみたいなの、もうちょっと。ややこしいカテゴリー。だからわかんない。やらかしやらかしたもの。そういうことです。オッケー。まあそんなんやりましょう。はい。はい。総決算ね。そうです。総決算。クリスマスにじゃあ、はい、イブにやるということで。はい、イブですよ、皆さん。はい、だからね。いたします。はい。デートの途中にこう来てもらって、これを見てからラブホー行ってもらうとか、そういうのは全然あります。やっぱりナンバーワンやらかしたは立花やったなみたいな感じで確認なんてして。っていう感じで。はい。じゃあ終わります。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来月。